どうも皆さん、パーソナリティの工藤です。工藤's Radio第9回目の放送です。今回は2021年春アニメ絶対見るべき作品3選をやっていきたいと思います。以前私の自己紹介で話したように、私はアニメがすんごい大好きで、毎クール20本ほどの作品を視聴しています。というわけで今回は2021年の4月から6月にかけて放送配信された作品の中から私が視聴して面白かった作品3選を発表していきます。また3作品には選ばれなかったけど個人的にすごい面白いなっていうふうに思った作品もノミネート作品としてご紹介いたします。それでは早速始めていきましょう。本日もよろしくお願いします。工藤's Radio、この番組はフリー BGM むずむずとドーバシンドロームの提供でお送りします。改めましてパーソナリティの工藤です。それでは早速面白かった春アニメの発表といきたいんですが、まず大前提として押さえてほしいことがあります。それが何なのかっていうと、私は男なので明らかにね、女性向けといった作品っていうのは全然視聴していません。また私可愛い二次元の女の子大好きなので、若干ね、そういった作品に偏っているっていうことをね、知っておいてほしいです。つまり何が言いたいかっていうと、ここで紹介する作品は私がね、独断と偏見で選んだっていうことをご承知の上で聞いてほしいっていうことです。それでは行きましょう。まずはノミネート作品から発表していきます。作品名だけの発表になりますが、このノミネート作品の中から3作品を選んだので、どれが選ばれるか楽しみにしていてください。2021年春アニメノミネート作品の発表です。エントリーナンバー1、ノマドメガロボックス2。エントリーナンバー2、SSSS ダイナゼノン。エントリーナンバー3、ビビフローライトアイズソング。エントリーナンバー4、いじらないで長トロさん。エントリーナンバー5、さよなら私のクラマー。エントリーナンバー6、スーパーカブ。エントリーナンバー7、スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。エントリーナンバー8、ゾンビランドサガリベンジ。エントリーナンバー9、ヒゲを剃るそして女子高生を拾う。エントリーナンバー10、フルーツバスケットザ・ファイナル。エントリーナンバー11、真っ白の音。エントリーナンバー12、逆ならマグカップも。エントリーナンバー13、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術オメガ。エントリーナンバー14、聖女の魔力は万能です。エントリーナンバー15、戦闘員派遣します。エントリーナンバー16、転生したらスライムだった件転スラ日記。エントリーナンバー17、不滅のあなたへ。エントリーナンバー18、幼なじみが絶対に負けないラブコメ。以上ノミネート作品18作品でした。続きまして今回の目玉、2021年春アニメ絶対見るべき作品3選の発表です。果たしてどの作品が選ばれるんでしょうか。それでは早速発表していきましょう。2021年春アニメ絶対見るべき作品1つ目は、これは私の100年の旅。エントリーナンバー3、ビビフローライトアイズソング。はい、というわけでこの作品はですね、音楽、アニメーション、ストーリーの完成度がもうとにかく高いです。でまたオリジナルテレビアニメーションなので前提知識とかはね、全然必要ありません。
で、しかも13話完結なんで、普段ねアニメを見ないっていう人にもすごくおすすめできる作品です。個人的には心を込めるって何なの、人間と AI は共生できるのっていうね哲学的なテーマっていうのが盛り込まれていて、すごく気に入ってます。大人向けで完成度の高い作品が見たいっていう人にはすごくおすすめできる作品です。続きまして、2021年春アニメ絶対見るべき作品2つ目は、一人ぼっちの女の子と世界で最も優れたバイクが紡ぐ友情の物語、エントリーナンバー6、スーパーカブ。はい、というわけでこの作品はですね、タイトルにもあるようにスーパーカブが出てくるアニメ作品になります。皆さん、スーパーカブって分かりますかね。スーパーカブっていうのは、あの車とかねバイクで有名なあのホンダっていう会社があると思うんですけど、そのホンダが1950年代から製造販売しているバイクのことです。でもこのバイク、ただのバイクじゃなくて、生産台数が世界累計1億台を達成しているバイクなんです。しかもその記録は現在も更新中らしいです。そんなねスーパーカブと主人公の女の子が出会うことで物語は始まるわけでございます。ボーイミーツガールならぬ、ガールミーツスーパーカブってわけです。最近なんか癒しが足りないなっていう人はぜひ見てみてください。最後に、2021年春アニメ絶対見るべき作品3つ目は、何もなくても明日はある、どん底振り出し、それも差が燃え尽きようとも果たしてみせる、今だ反撃の時、エントリーナンバー8、ゾンビランドサガリベンジ。はい、というわけでこの作品をですね、一言で言うなら、ゾンビ×アイドル×サガ剣って感じです。普通に聞いたらね、いや何その組み合わせって感じだと思います。でもこれがねめちゃくちゃ面白いんですよ。この作品はマッパっていうアニメーション会社が制作しているんですが、実はこの会社、あの呪術廻戦も制作している会社なんです。なんかそれだけでも見たくなりませんか。でもこの作品それだけじゃなくて、もうね佐賀県に対する熱だったりも愛がねもうすごいんですよ。佐賀県も全面協力っていう感じがすごいです。まあ、実際ね、あの全面協力なのかは、まあ、分かりませんけど、アニメの随所に佐賀県の魅力が詰め込まれてるなっていうふうに思います。普段見るね作品とは一味も二味も違う作品を見たい、かつ面白い作品が見たいという人は絶対見るべきだと思います。以上、2021年春アニメ絶対見るべき作品、ビビフローライトアイズソング、スーパーカブ、ゾンビランドサガリベンジでした。それではここで一曲お聴きください。作詞作曲龍崎はじめ、ボーカルトイロさんでサクセス。
上、作詞作曲龍崎はじめ、ボーカルトイロさんでサクセスでした。クドーズレイディオエンディングのお時間です。クドーズレイディオでは皆様からのお便りを大募集しております。意見、感想、質問、アドバイス、何でもいいので送っていただけると嬉しいです。今回の放送いかがだったでしょうか。今回は2021年春アニメ絶対見るべき作品3選というお話でした。皆さんが見ていた作品はありましたでしょうか。今回ノミネートされた作品はどれも面白い作品ばかりなので、ぜひ皆さんも興味を持った作品があれば見てみてください。またノミネートはされていないけどこの作品は面白いから絶対見てほしいっていう作品がありましたら私に教えてください。絶対見ます。はい、というわけで本日の放送はここまで。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。お相手は工藤でした。バイバイ。工藤ズラジオ。この番組はフリー BGM むずむずと動画シンドロームの提供でお送りしました。